がる必要はありません。あなたを楽園へと連れて行って差し上げます。さあ、あなたの姿をよく見せてください。何があったかは詮索しません。ただここにやってきたということは、私の歌があなたに届いたということ。あの時ああしていれば、あんなことしなければ、後悔があなたの足元に絡みついているということ。あなたを救うのはこの私、リグレット。そして私が作ったやり直しの世界、リドゥ。すべてを忘れてここで暮らしなさい。後ろを振り返る必要のない毎日は、ゆっくりゆっくりあなたを癒してくれるはずです。さあ、後悔なき人生を。全力で行くぞ。こいつらはマリオネットみたいに強制的にコントロールされた一般人だ。その能力、カタルシスエフェクトによってこの世界の管理者との糸を切られたような状態だな。まあ、じきに目を覚ますだろう。ど、さすがに無理させすぎたか。とりあえずここを離れ。おい、半身、頑張れ。ざっと数十体だ。いけるいける、大丈夫大丈夫。よっ。おい、こっちだ。捕まれ。お、早く行くぞ、ハシ。説明しろよ、お前。はいはい、どういたしまして。
駅で見たお前がおかしかったから心配してやってきたらこれだよ。なんだっつーのよ、あの化け物の大群は。あー、いい友達を持っているな。そこのお嬢ちゃんもだぞ。なんで浮いてんだ、ふざけんな。キーはキーだ。そうかよ、僕はのときんだ、よろしく。うむ。僕の日常が急にスリル&ホラーに。銀よ、駅に向かってくれ。そこにいい隠れ家がある。説明もそこでしようではないか。オーケー、救出、化け物、隠れ家ね。正直ちょっと燃えてんぜ僕は。なんだこの趣味の悪い車両、見たことないぞ。えい、乗れ乗れ。まあまあくつろいでくれたまえよ、人間たち。あのさ、キーって言ったっけ？なんとなく流れから人間じゃないんだろうなってのは分かってんだけど、そろそろ説明してくんない？ああ、キーはバーチャドール。バーチャドールミューの後継作。子供にあたる。バーチャドール。リグレットと一緒ってことか？あんなまがいものと一緒にすんな！いや、ミューは昔好きだったけど、キーのことは見たことないけどな。そりゃそうだ、世に出てないもん。キー、母が世間から嫌われてしまって会社はてんやわんやでな。キーは発売中止になった。それは。